あれよ、カズくんがよ、テレビじゃねえ、動画に出ないわけだ。あんまりね、リズマシンだよ、知らねえと思う。計画かけたからな。もう、あなたには負けないよ。ほうほうほう。あなたの得意なものに、あえて土俵に上がってやろうじゃねえかと。ほうほうほう。それで大食いで。大食い。浜寿司。浜寿司食べ放題でしょ。浜寿司で。浜寿司。回転寿司。回転寿司で。どっちが多く食べれるかでしょ。ワンオンワンでやる。ワンオンワン。まあもちろんみんないるけど、俺以外はいるけど、あの勝負としては。俺は大食いでしょ。制限時間じゃなくて。大食いで。あでも制限時間は決めたいな。まあ1時間か。負けるよ。米だぞ。関係ねえよ。ほお前負けるぞ。なめんだよお前。お前。じゃあ負けたらそいつの飯を俺にしよう。いいよ。おお。そのつもりだ。いいね。絶対負けねえ。負けねえよ。北海道で全然食ってなかったね。サムは。あれはほら。あれだってバカだ。コンビニでスパゲッティ。これから寿司食いに行くって言ってね。スパゲッティ前に。違うの、成功の後のスパゲッティが美味しいの。知らない人は知らないんだけどね、美味しいの。食べちゃった。お腹いっぱいちっちゃい。ペペロンチューノだったっけ。そう、美味しかった。確かに美味しかった。お皿ぐらいじゃん。だから一本勝負でいいのか、ただ寿司はどっちかというとハムが。あーなるほどね。だから米だから、なんか3番勝負とか行って、だからあのしゃぶ用と。あーなるほどね。だからしゃぶ用は行ってるんだよ。だからハムが、あじゃあ得意な部位や。例えばポテチ食べ放題とか。分かったよ。焼肉にしよう。いいね。焼肉にしよう。トリッピー。トリッピー。焼肉にしよう。いいね焼肉。焼肉はね考えたんだけど、皿かぶつけられちゃうんだよ。いやカウントすればいい。カウントすればいい。カウントすればいい。だから。なんでお前余計なこと言うんだよ。審判の俺らカウントすればいい。なんでお前余計なこと言うんだよ。一皿ずつ皿多い。寿司、焼肉。で最後はじゃあ俺らが決めて。そう俺らは。え同じ日なの。そういうもんね。朝昼晩じゃん。ところで、そこだったらさ、4チャンプになるから。よっぽ。だからまあ、そうだね。ちなみにあれでしょ、3番勝負して、全部払うんでしょ。あ、もちろんもちろん。パッサー。あれさっきまでできるよ。どうしたの？タムーね、タムー。タムー。相手はどうしようで勝つんだよね。まあかっこいいよね。相手の投票で勝つ、そう、あれこそ本当の強者ですよ。何本勝負にするの？え、でも3本勝負。3本。ただまあ日本選手で。日本選手で終わる可能性もある。あるよね。あ、なるほど。そんな情けないことは。はい。元気というあのトリッピーが選ぶものにすればいいんです。はいはい。だからそうだね。まずその日本勝負にしておいて、それで勝負が決まらなかったら、じゃあ俺らが最後。最後の対決は決めるよ。いや最初は寿司にしてくれ。そういうとか寿司、焼肉、焼肉な。寿司、焼肉、最後焼肉の後に3本目待ってるはすげえな。ウーバー食べ終わるよ。なんでもある。コンビニスイーツとかね。ああなるほどね。食べ放題は多分、ま、歯医者の負債がやばいけど。ちょっと普通に出すな。いいね、いいね。来る10月12日、ついに雌雄を決する2人、タムーとカズー。カズうわっ